ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは、ソムリエ哲也とスーパーソムリエの小野塚です。よろしくお願いします。お願いします。ワインの定期便6月号第2本目2本目ですね。6月号は GRN さんとやらせていただいてございます。 GRN さんといえばね、お世話になる、お世話になる地域でございますけども、1本目が、白だったんで、はい、2本目ロゼ、ロゼ来ましたね。これね、6月だしロゼとかいいと思いますよ。そうなんですよ。このロゼはね、ちょっとね、面白いというか価格がやばい。なんと、1680円、おむちゃくちゃ安い。でもおしゃれですよね。おしゃれです。本当にすごい、よくこんなの出てきたなっていうふうに思わせてくれる、そんなワインでございますけど、ワイナリーのワインセレクトショップの敵存在フォースウェブワインは、オーストラリアのニューサウスウェールズを拠点とし、世界各国のワイン産地とコネクションを持ち、クラシックなワインからオーガニックワインまで様々なブランドを持つカンパニー。その多様さと各国のワインのいいとこ取りをしたようなラインナップから、世界中でワインセレクトショップと呼ばれています。へー。あなたは波を消すフォースウェイブワインでは、オーストラリアは地球温暖化における災害に苦しむ地域が数多く発生していることを背景に、近年注目を集めてサステナブルワイン作りをコンセプトにしたワインに力を入れており、持続可能な環境に優しいといった観点をコアにしたブランドを多く展開しています。なんかよくありそうな名前な感じがするな。中でもフォースウェイブワインが展開するトレッドサフトリーブランドは、欧米を中心にサステナブルな試みとブランドの美しいラベルプレゼンテーションで注目を集めており、同社のフラグシップワインブランドのような存在になってきています。実際にこれね、飲んだ時ちょっとびっくりしたんだよな。これは実際どこなんだろう。ビクトリア州って何ですか。教会にある土壌のブドウ畑から。なるほどね。 100% マラクティック発酵。おお。うまい。うん。ハハ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 森林の消失に悩まされるオーストラリア、このブランドの商品が6本購入されるたび1本の木が植えられるプログラムを実施しています。おー、2020年100万本の植樹を達成した。え100万本、100万本、6本で1本でしたっけ。だから600万本これ売れてるよ。すごいですね。で、これなんですけど、現地が見れんの？見れないっしょ。ビクトリア州と南アフリカの。ってなると、境となるとですね、ここなんすよ。その辺の。それ下がビクトリアで。これがビクトリア。で、こっちが南オーストラリア。だってこれがまず州 3つの州がまたいでのここ、縦一直線のどっかにあるんでしょうねこの辺りなんかあんのかね。でもさすがに、あ、でもほんと考えやってないとやっぱこの辺り作れないんだね。あ、どんどん緑になっていくけど、経験則でこれは違いますよ。うわ、すげえでかい。あ、もう海の端、大地としてでかすぎる。オーストラリアと一応じゃあ、フォースウェブワインで、フォースウェブワインパートナーです。いろいろとありますね。これですかね、多分。かなり端っこに。こっちなんだね、シドニーより。おお。ここでいいんだよね、多分ね。多分そうですね。おお。え？都会やな。え、これ商業施設みたいなね感じがするけど、あ、なんか違う気がする。これ見たことあるよ、僕たち。あ、これ見たことあるよ。あ、確かに。バイ&カンパニーさん系じゃね。わかんない。わかんないで感じしましょう。でも、まあ、ここのグループっぽいですね。そうですね。はい、ということで、マリアージュ担当なんですけども、もう、僕がやりましょうか。あ、カレスキーにしない。あ、そっか。じゃあ、これを2人でやって、で、そうだね。そうですね。やらせてもらいます。まあ、でも、これはね、結構何でも合うと思う。うん、結構さっぱり系のものだったら何でも合うと思うので、すぐ決まると思います。はい、ご覧ください。はい、ではマリアージュのコーナー行きたいと思います、はい、ではまずは点数付けですね。ロゼよいしょ。お、キイチゴみたいね。うん、あ、うめえわ。いいですね。ちょっと桃とかそういう感じもしますね。うんうんうん、うん、ストーンフルーツ系の。ああ、アフターもいいね、うん、伸びますね。これ1680円でしょ。いいっすね。安いわ。安い。あ、おいしい。うまっ。
ちょっとローズっぽさもあってね。そうですね、花の感じが。あら、ピカちゃん、もうやっぱり美味しいワイン、上手ですね。そうね。ちなみにローズってやっぱりこれから持ってきた？いや、違いますね。めっちゃローズがここに書いてあるから、だからそれから来たのかなと思ったけど、そういうことじゃなくて。そういうことじゃなくて、ここにやりました。あ、ここにある。なるほど、さすがです。じゃあ、サムリンポイントいきます。せーの、3.1 でいきましょう。1600円です。これで 3.1 だからもう、2024年の結構トップレベルじゃないですか。トップレベル来ると思うんですが、実はですね、1000円台の、あの、今回こうね、ソムリンのやつで公開している1000円台の美味しいワイン特集のやつなんですけど、これね、2位かな。あ、2位。確か、1位は違いますよ。上がいるんですよ。さあ、マリアージュ担当は、まあこれは2人でやらせてもらいますけども。はい、うん、これ結構、ね、何でも合いそうですよね。そう。フラッカーは、オクラと長芋の春雨つるりんサラダ。これいけんじゃないかな。小野塚は、緑黄色野菜が取れるブロッコリーとインゲンのごま和え。ごまと、ちょっとミネラル感合わせて。来ました、金のエビチリ。でもね、これね、金のエビチリはね、だいたい毎回やられてるんですよ。エビにやられる。エビにやられる。だいたいエビがまずいって毎回そのオチになるのか、またちょっとやってみたいと思います。はい。おり。はあ。新発売ですからこれ。おいしょ。これは合うでしょうね。めっちゃごまだね。いただきます。めちゃくちゃごまだな。ごまだね。この甘さがどうなのか。そうなんだよ、甘いんだよな。うん、まあ、うん、まあマリアージュとは言えないですね。そうなんですよね。次、うん、よよよよ、くっさいっすね。確かになんかくっさいね。くっさいっすね。以上だ、これで。おおおい、確か混ぜないとダメだ。混ぜないと、これは多分いただきます。めっちゃ健康になりそう。ね。で、味としてはそこそこだな。感想がさっきと一緒っす。うん、次行きましょう。これはダメだ。まさかの簡単そうなやつで全なんと難しい。難しかったかもしれない。よ。最後の指が。いただきます。いける。確かにいける。うん、おう、うん、今までより一番しっくりきますね、うん、無難に美味しいですね、うん、すげえ合うかっつったらって感じじゃないですけど、ね、ちょっと4つ目いきましょうか、ま、実はあった4つ目、甘辛鶏唐揚げと卵マヨソースのパスタサラダ、うん、多分これはね、合うと思う。これで合わなかったら負けですか。ちょっとそうっすね、久しぶりのとかには。え、これこれはいけんじゃないですか。確かに。はい、いただきます。いただきます。美味しいね。うん、やっぱなんかこれ食べた時も甘いなと思って。甘いの難しいですね。結局どれか。これエビチリかなぁって感じですね。ね、うわ、これむこれは負け試合かも。じゃあちょっと新庄さん食べていただきましょうか。ジショウ、エビチリ、いただきます。ロゼの良さがなくなっちゃったんだよね、うんうん、まあ、そうなるな。舐めてかかっちゃったな。何でも合うだろうと思っちゃった。本量をちょっと少なすぎるとワインが、うん、ワインが消えちゃうんだけど、うん、消えないぐらいに入れると意外にちょっと、うん、あ、なんかこのワイン、まあ、ガバガバ飲むと考えたら非常にいいかもしれない、うん、水のように飲むワインとしてエビチに合わせるのはすごくいいかも、うん、全体的に合わなくはないから、うん、そうなんだよ、あのね、全部無難なんだよ。そうなんですよ。まとめいきたいと思います。全部無難に合いました。何でもだけど、うん、こう光るものは別にいなかったね。そうなんだよね。なんか舐めてたっていうか、僕たちがなんかいいものあったら教えていただきたいですね。教えてほしい。全部やっぱりね、何合わないものを探すのが逆に難しいぐらいかもしれない、うん、このワインは。とりあえず、エビチリと合わせていただければ、はい、マリアージュ君81点ですかね。81点でいきましょう。はい、いきましょう。いや本当に
美味しいは美味しいですよ、うん、だけど光らない。そんなワインでしたなんかうまいんだよ。ワインもつまみながら飲むには全然いいですよ。そうそうそう全部、うん、あこれもしかしたらさお菓子だったかもしれない。ああポップコーン、あポップコーンとチップスは久しぶりの。確かにやっぱり1680ですし、そういうのに合わせた方がいいのかもしれない。ちょっと後でちょっと買ってきてやってみようかね。ちょっと後ろにつけるかもしれません。番外編ご覧ください。はい、さあじゃあ化粧やりますか。やっぱ好きよ僕。うん、ダメなんですか。でもこれもなんかあの惣菜と似たような感じで別でいいかな、あったらいいかなみたいな感じじゃないですか。なるほど。じゃあどうですか。カルビーさんのポテチップス。ポテチップスです。普通の塩味です。塩味、うん、うわ懐かしい味だ。いや、これ、これの方がダメだね。ポテチップスの味じゃないって、あのポップコーンの方がいいっすね、うん、完全に。これか、これ、これいけるかな。これいける。ポタージュ、よくマジか、これ濃すぎないっすか。これの方がきついっしょっ絶対甘いでしょ、これ。このロゼワインは難しいっすね。これ、今のところは、まあ、これは確かにありかもしれない。まあ、ここかな。一つ言うのは、全部に無難に合うってことが分かりました。以上。すいません。結局ダメだった。そうだね。不甲斐ないね。